登別マリンパークニクスに到着です。料金所のおじさんに500円渡しますよ。駐車場から入り口までは少し距離があって、もう心が折れそう。何をするためなのかよくわからない異国感の漂う空間が入館前のドキドキ感をマシマシにしてくれるんです。ニクス城はデンマークに実際に存在するES4城をモデルに作られたもの。お城の中が丸ごと水族館。吊り橋で2階の入り口から入場します。マリンパークニクスは総事業費約73億円、1990年7月20日に開業しました。30年以上前の建物、当時の感動はやばかったでしょうね。その歴史も味になっていますね。高さ8メートルの水槽、クリスタルタワー、ナポレオンフィッシュや色鮮やかな南の海の魚たちがお出迎え。エスカレーターの左右にある巨大な300トンの寒流水槽と620トンの暖流水槽。幻想的な景色を眺めながら最上階の4階へ入ってすぐ一番のイベントがエスカレーター。あの魚たちの下がゴールになるんです。魚たちの館ですね。やばい、すでに感動。入ってすぐ強力なインパクトです。エスカレーターもすごく長いので落ちないように、物を落とさないように気をつけてくださいね。見る、知る、触るの体験ゾーン。触りませんけどね。人手か、無理。カレイの触り放題、サメ肌を体験して。サメ肌の体験無理。金魚万華鏡、たくさんの金魚がいますよ。お祭りみたい。入り口で見たクリスタルタワーの上部が見えてきました。8メートルって大きいですね。3台のアクアギャラリー。南の海に生息する鮮やかな生物から北海道の海に生息する生物までを展示しています。ニモがたくさんいますよ。主役はどの子ですか？変な顔がおる。気になるな、この顔。お前か。
南の魚たちはカラーが派手で綺麗な魚が多いですね。とても綺麗な美しい魚たちがたくさんいるのですが、たまに変なのがいます。そっちに惹かれる主。青のライトに目がやられそう。そしてフリーズ。おーい、ウツボとエビは仲良しと書いてあります。な、仲良し。ウツボの癖がすごい。出ました、チンアナゴさんです。静止画ではありません。生きてるはず。動きませんな。神の魚。神、エグ。エスカレーターから見えていた魚たちを今度は下から見れるんです。こちら寒流水槽。北海道周辺の海や冷たい水温の中で暮らす魚たちがたくさんいます。長さ10メートル、水量300トン、アクリル厚さ105ミリメートル、水温10度。この水槽はとにかく暗い。低水温の環境で見られる寝魚が多く、水槽内を活発に泳ぐ魚は少ないです。クロソイ、アイナメ、エゾメバル、ヨコスジカジカ、マツカワ、ホッケなど北方で多く見られる魚たち。寒流水槽の中で展示されている生物の中で最も大きいのがダウリアチョウザメ。逆側に来ると暖流水槽です。長さ16メートル、水量620トン、アクリル厚さ105ミリメートル、水温20度。寒流水槽に比べると水槽内が明るく、大型魚も展示されている迫力のある水槽となっています。水槽の主役はギザギザの歯が怖いシロワニです。シマアジの大群。レモンザメ、コシエイ、ハマフエフキ、マアジ、シマアジ、イサキがいます。マアジやシマアジは群れを作って固まって泳ぐ姿を見ることができます。本当にこのトンネルどちらも暗い。魚のためには仕方ないのかもしれないですね。約1万匹いるイワシの銀河水槽。指定時間で光と音でパフォーマンスがあります。ご飯の時間に餌で動くってやつです。
撮影できませんでしたけどね。次回、マリンパークニクス続く。したっけ？またね。